初日ほぼ終えたところですけれども、はい、感想としてはいかがでしょうか。そう、まあね、自分らで自主トレの期間ねあったんですけど、まあやってきたなっていう感じは受けましたけどね、はい。今日はあの多くのファンを見つめる中でのキャンプになりました。この点についてはいかがでしょうか。はい、いやいや、もう天気もいいしね、もうまあ制限っていうかね、お客さんも、ね、そういうのないということで、まあね、これから徐々にね、あのもっとたくさんね、あのね、お客さん来てくれると思うし、選手もねやっぱり張り合いがあると思うんで、ね、徐々にもっともっとねこう伸ばしていってくれればと思いますけど。練習のこともお伺いします。シートノックではどんなところを注目して見てらっしゃいましたか。いやいや、まあこれは秋のキャンプからの継続ですけどね、まあしっかりね強いボールをカットマンに返すというか、まあそういうのでねずっと秋からやってたんですけど、まあそうですね、まあ久しぶりにもう2ヶ月ねぶりぐらいにみんながこうユニオンを結姿でね、もうやった割にはまあまあね、みんなちゃんと、ね、できてるんじゃないかなと思いますね。ブルペンでは印象に残ったピッチャーというのはいましたでしょうか。そうだ、まあね、秋はね若いピッチャーがほとんどだったんですけどね、まあ今日はもうねみんな、まあ西とかね、あの辺も投げたみたいな、もう僕は投げると思わなかったんだけど、まあね、そういう意味ではみんなブルペン入って、で、目についたというかね、今日の時点ではですね、再起がすごい良かったですね。でもね、うん、まあ、ね、手術だけというのもあるんでね、うん、まあそんなね、初日から飛ばす必要ないと思うんだけど、まあね、あのぐらい投げれるということはね、その手術の後もね、まあ、いい、ね、感じでいってるんでしょうね。はい、一方バッターの方では目を引いた選手いかがでしょうか。いやいや、バッター、まあ自主トレやってると思うんですけどね、まあ、打つ方に関しては、まあ、まだまだね、まあ、初日ですから、うん、これからどんどんねまたこう慣れてね伸ばしていってくれたらいいと思いますね。はい、途中今岡コーチと話し合ってらっしゃる姿もありましたけれども、ね、どのような会話だったんでしょうか。いやいや、今はその秋見せなかったんでね、うん、まあ各選手のまあ特徴とかね、うん、こういう部分がいいとかね、ちょっとこの辺やっぱりちょっと直したいっていうかね、うん、そういう話はしてましたけどね。いよいよスタートとなりました。うん、この後に向けて一言お願いします。いやいや、もうこれは毎日のね繰り返しなんでね、うん、まあ11、12ですか、紅白ね、うん、それが、まあ、ピッチャー陣もなんかシートをやりたいみたいなことをね言ってたみたいですけど、まあそれを抜きにして、まあ、紅白ぐらいまではね、まあチームとしての練習っていうか、ね、そういう連携とかいろんなねサインプレーとかもしていかないといけないんで、まあ徐々にね、うん、今年はこういうことをやるっていうね、うん、そういう方向性をね示して。練習の期間はね、積み重ねでやっていきたいと思いますね。